この思いを胸に俺はメスメルを撃つ。ただこれどうやって行くんだっけ。どうやって行くか忘れちゃったけど、なんかすぐ行けるような場所があったような気がするんだけど、こっちだっけな。ん、火の騎士の探検、なんか手に入ったぞ。で、特に大きいことは書いてないと。そっか、ちょっと待って、行く方向わかんねえ。ここだと思うんだけどさ、どうやって行くんだっけな。一応 TLA 報告しとく、レダーに。一応ね、あいつもなんか TLA 殺害しようとしたから。あとなんかレダーがTLA 殺害しようとした理由がなんとなくわかるよな。トリーナがミケラを殺してあげてほしいっていうことを言ってるから、もちろんそこには噛みつくよな、レダー。私はアンスバッハ殿を撃とうと思う。かの御神は今でこそ老刑を自称しておられるが、かつては純血騎士の筆頭としてその共鳴を届かせ、血の刃でミケラ様を切り裂いたのだ。話をさせていただいた限り、枯れた心は変わらぬようだが、やがて思い出すかもしれん。かつての血のたぎりを、私と同じように。こいつやばいな。放置するのは危険すぎる。本当ミケラのなんか少しでも脅威となる存在は消しておこうっていう徹底してるよな。実感すればミケラ様の魅了がなければ私はこうも他者を信じられないのかとな。本当だよ、ミケラはそれを危惧して魅了をつけたんかな、こいつに。アンスばっか。でもあいつラダン祭り開催してくれそうな感じするんだよな。これはまあ俺の予想なんだけど、まあフレイヤは絶対殺してほしくないっていうのはあるんだけど、アンスばっかちょっと微妙な立ち位置だな。多分どっかにサインがあってそこで戦うんだろうな。どこだろうな。まあ影の城のどっかだと思うけど、いちいち探すのめんどくせえぞこれ。もともとアンスばっかがいた場所を行ってみるか。あ、うわ、やっぱりある。レダと協力したアンスバーカー。うーわー、これわかんねえ。どうしようこれ。意外とアンスバーカーね。こういうイベントってなんかメスメル倒すまでに起こんのかな。正直、どっちでもいいわ、これに関しては。そこまでレダに思い出もないしな。で、多分アンスバーカー倒したら、ここにサインが出て、フレイヤ倒そうみたいなイベントがあるんだろうな。マジ？え、マジ？え？俺絶対、まあないだろうと思ってやったらこれ、え？慈悲をさらわれた巫女たちに。母よ。母よ、ここなんだ。え、やば。びっくりした今。やべえ、なんも話しなかった。くっそ。話しなかった。まあいっか。ちょ、俺のなんか探索の現実を見せるためにも、ここはノーカットで行こう。え、びっくりした。やっぱ巫女っつったらさ、壺のさ、なんか、生贄みたいな感じじゃん。で、同じ、その壺の村で手に入った母よ。これを組み合わせてやったら、開いたわ。ちゃんと俺根拠はあるからね。実はお前攻略見てんだろみたいなね、こと言われるかもしんないけど、これマジで予想だからこれ。ちゃんと俺、テキスト読みといて、あ、巫女といえば、まあ、ボニ村のあの、壺の生贄だよな。で、そっから、まあ、あそこの村で手に入った、ジェスチャーの母よ。まあ、これとの関連は絶対あるだろうと思ってやったらこうなったと。これが洞察力の鬼か。あ、これでこの先行けんじゃねこれ。あ、ほら、やばこれ。あ、やべえ、やっちゃった。大丈夫か。これやべえな俺。これが洞察力の鬼か。なるほどな。自分が怖えよ。自分の洞察力が怖いよこれは。そしてこの花束、やばい。楽園だわ、これ。これ何なんだろうな。ただ穴がある。これは石棺の大穴チックだけど、下には行けない感じかな。行けそうで行けないね。で、なんか祝福ある。なんかある。あ、これか。ちょっと明るいから見えにくいな、これ。やべえ。冴えてる。メスメル行こうとしたのに。ここで来ちゃったか。隠された地。全然マップ上隠れてないけどな。どうやってここ行くねんって、めちゃくちゃ俺もう半分怒りながら俺探索してましたけど、こうやって行くのかよ。やべ、エイリンソウがめっちゃ入ってる。俺やばい、エイリンソウ大収穫祭始まってる。クマさんが多いな。クマさん協会始まったかこれ。ほら赤グマもいるわ。大赤グマではないが赤グマがいます。金色ホタル、はい来ました。新しいアイテム来ましたよ。あれこれ18個。普通にあったかもしんねえわ。ホタルの光は誘引の魔力がある。
まあ、特に意味ないか。ここの終着地は、まあ、やっぱこっちか。指の方。これでちょっとユミル教とも話ができそうだな。あいつの話が一番おもろい。この世界のなんか仕組みというかね、真理をこう、読み解けるような気がするんだよな。ただここの扉開くのがさ、やっぱボニムラ関係だから、やっぱ壺出てくるのかな。さらわれた巫女とかさ、そこら辺の謎とかが見えてくるかもしんない。ただ正直もう壺の掘り先はもういいと思うんだよな。ああ、ツリーガード来たわ。ここでツリーガードおもろいな、ちょっと。やるか。はい。お前の攻略はもう終わってるんだよ。はい、オッケー。釣りガード超懐かしいな。あ、待って、これさ、俺使おうかな、あれ。位牌、使うわ。来い。慎重の騎士、オルニス。ほら、かっこいい。かっけえ。オルニス。かっこいい、お前の攻撃。やべえ。かっこよすぎる。で、俺は一応、青聖杯も飲んでおく。おらおら、戦え。戦え。戦え。はい。開末持ちか、お前。弱い答えだな。はい、ドン。で、ドン。後ろに回ってれば、お前はどうってことないと。痛いです。ちょっと見せてくれ、お前の剣技を。なんか光ったな。あの、羽を飛ばすやつ。はい、ここ。てか、なんでここに釣りガードいんの？お前、黄金銃使えるものだよな。ここにもいるのか？あ、もう死ぬんじゃね、これ。頑張れ。お、飛んだ。ルツボの初装っぽいよね、これ。うえぇ。つえ。オルニスつえ。お前最強の位牌じゃないのか。マリカの祝福ね。まあ、これはもう死ぬほど持ってくからな。え、何体もいる？しかもツリーガード。やば。オルニスいけるか？まだ。ただもう、消えちゃったわ。また、俺はこいつやるしかないのか。まあ、普通に戦ってやるか、お前と。ドーン。お前は盾持ちなんだな、てか。本当はこれさ、1対2になる構図だったんじゃないのこれ。弱い。動きが遅すぎる。今 DLC のボスって、DLC のボスって行かれてんだな。はい、かわす。おっと。ただこれあんまり地名が入らないから弱いんだな。はい、かわす。ドーン。終わりだな。はい、出血。出血の前に、チルがいい。ツリーガード。で、マリカの近くでしょ？ OK。これ、使うとき来る？今のところ、全然祝福使ってませんけど。マリカの祝福。てか、なんか、ツリーガードくんのなんか、激アツだな。一番最初にまみえるであろうボスと戦うっていうね。これなんか、フロムソフトウェアのなんか、粋な計らいかもしんねえな。なんか、いつか見たさ、ビロードの花園だっけ？あれだったりしないかな、ここ。ここの名前、霊体が喋ってたよな。その終着地が、ここか。花はいっぱい咲いてるけど。あ、橋がある。なんか来そうだな。てか、ここ天気良くていいわ。視界良好で、気持ちがいい。影の城とか薄暗いしさ、あの、くるびのとことかもう終わってからさ、視界が。こういう普通のところが気持ちいいんですよ。まあ、やっぱ指を隠したかったのかな。なんかそんな感じすんな。隠された地、橋。やっぱそうだね。これを隠したかったんでしょ、あいつは。あいつって、あいつかわかんないけど。マリカかな、隠したかったのは。で、カメさん。カメさんはいるね、ちゃんと。意外とこの影の地にはカメさんが多い。で、ここの橋にあの壺のね、あれがあるって思ったけど、あれ、アイテム落ちるから、あるわけないか。多分これゼルダ脳だな。橋にはコログがいるっていう有名な話あるじゃないですか。そっからの着想だったんだけど、違いましたね。指の遺跡を隠したかった。たのはわかるけど、だとしたらあの下の方にあるあそこは隠さなくていいのかってなっちゃうよな。あそこはもう完全にもう丸見えだもんな。まあ一つだけならいいっていうことなのか。さあアイテム、痛いで真珠色の鱗。あーやばい、なんか指紋の飛躍、なんかやばいの手に入った。あー、あいつ強いからやだ、俺関わりたくない。なんかトグロ巻いてない、あの蛇みたいなやつ。なんか祈ってるのか、怖っ。で、さっき取ったアイテムを見てみると、渦状のシワの刻まれた岩薬。多分これ指紋なんだろうな。人の身で指にならんとする者たちの秘薬。それを飲むと体中の何かが這い回る。気持ち悪いな。指がこう、うじうじしてんじゃないのこれ。で、いずれか指になるっていう。まあ、指になるなら本望かもしんねえな。そして真珠色の鱗。
真珠色に輝く透けるように薄い光片、八つ目を倒すと手に入れることがある。八つ目って誰？退化した鱗であり、八つ目の皮膚の下に埋まっている。八つ目って誰だ？あの蛇かな。あの蛇八つ目っていうのかな。八つ目ってことダジャレですか。ここへ来てこれが八つ目かな。なんか祈ってんだよな。トグロも巻いてるし不気味だな。こいつのなんかボス的なやつがこの先いそうな気がすんな。これなんかクレーターあんな。クレーターもしかして来る。降る星の聖獣だっけ。降る星の獣が来るかもしれない。懐かしボスのなんかオンパレード的な感じかな。ツリーガード的な感じで懐かしいボスを配置してくれてるのかな。いや絶対来るしこれ。ほら、いや石肌の国王かこれ。ああ獣来たわ。出たわこいつ。お前もじゃあ呼ぶか。いや同じ、待って、同じさ、あー痛い。同じなんか鉱物だったら、あのテウル呼びたいな。テウル、ただちょっともう戦闘中だから無理かもしんない。あ呼んじゃった。くそ、まあいいや、共に戦おう。お前もなかなか強いだろ。で俺はダーナの武闘家に行くか。行きまーす。こいつあまり戦ってないけど、どうだったっけ。そんなに強いイメージはないんだけど。ああそんな攻撃あったっけ。やべえ完全に忘れてる俺。重力系だよね。あっそう。でこいつ頭が弱点だった気がする。すんお、掴み取るとそれ食らわないね。はいかわす。お来た。終わりなき武闘行くか。あーでもちょっと待って、全然あれなかった全然あのスタミナもないし FP もなかった。はい終わり。あはい強い。オルニスがとどめさせてくれてる。やっぱおもろいな。位牌ゲームおもろいんだよな。そして引力弾。引力か。ここでこの聖獣が来るか。ラダーンと関係ないか。ラダーンとの関連を疑ってしまうが、重力を操る奇跡魔術の一つ、それは降る星の獣のふるさと、遥か彼方光のない暗黒に由来するという。来たね、故郷っていう言い方するんだ。やっぱアステールも降る星の獣も同じか。元は多分獣から聖獣になって、聖獣からアステールみたいな、そういう進化があるかもしんないね。じゃあ指遺跡向かってみるか。あ祝福じゃん。結構なんかいっぱい配置してくれてんな。うわでかっ。あれなんかあの巨人の三霊でいた感じの指じゃない。死眼の丘。死眼、死眼 CP9 が来るかもしんねえな。乱脚乱脚とかしてくるかもしんない。なんか結構俺細かくやってるけど、だいたいこの指遺跡ってなんもないんだよな。だからもうガンダッシュで真ん中行っていいと思うんだけど、どうすかね。ただそれがなんか俺の矜持が許さないんだよな。探索ガチ勢としての矜持が。うわめっちゃ指いる、きめえ。ちなみに指の考察は全然分かってないですこいつら結局何なんていうのが多いんだけど、まあ、なんか大いなる意志との関係はすごいあるよな。大いなる意志の言葉を伝える伝令役っていう感じじゃないですか。ただなぜかこうやって幽閉されてるっていうのは不都合なことがあるのか。あの隠したがってるのはマリカだと思うんだよな。こういうのもしかしたらマリカも何かこの世界に不満があって、こういうなんか日本指信仰とかそういうのを消したがってる節はあるかもしれない。エルデンリングを砕いたのもやっぱこの世界に対する不完全さというかね、そういうのを感じ取って壊したと思うんだよね。そしてやばい、デオの指遺跡。デオか。リア、ミア、デオ、三兄弟三兄弟来たね。三人って聞くとスリーシスターズを思い出すけど、スリーシスターズ関係、あなんかあるじゃないですか。下にあるじゃないですか。これでしょ。こういうの俺は探してた。はい下行く。下行ける ?OK。 うわやべなんか怖い。はい来たよ。なんかでっかっ。えやばいやばいやばい。で規格外すぎ。お前こいつ戦うべき、これこいつは戦うべきなのか。指虫の意外、やっぱこいつ指虫って言うんだ。いやーでかすぎだな。でかすぎるこいつ。やばい死ぬ俺。無理、強すぎ。やばい、最強のモンスター来ちゃったかもしんないこれ。何これ、あそこの巨人の三連にいたやつよりも強いだろこれ。ここへ来てしんどい敵が来ちゃったか。
まずいな。あいつとどうやって俺は戦えばいいんだろう。生まれて上がってみる。ないな。ないよ。一瞬でなかった。やばい。ちょっとスタックしてる俺。なんかあいつどっか行くんだよな。謎に。ほら、どっか行く。このムーブ何なの？舐めてんのか、俺のこと。はい、出血。パー。オッケー。これかわせれば、あ、楽勝だわ。オッケー。あのパーかわせれば、楽勝だわ。さあ、これで、先行けるか。位牌ちょっと見てみよう。まだ幼く、体の小さい指虫の霊体。召喚者を無垢にしたい、HP を回復してくれる。まだ、母が恋しい頃なんだろう。母ここで母とかいう、あれが出てくる、こいつ。こいつに母がいるのか。ルーン。これが収穫ですか。あまり美味しくないですね。まあでも位牌を取るのが、ここの目的っぽいですね。そして出たこいつら。こいつらもちょっと謎すぎるんだけど。なんかあります？名前をまず知りたいよな、これ。こだま。え？なんか、新種の蛇がいる。なんだあれ？あいつらが、なんだっけ？なんか名前合ってるの、さっき。なにこれ？なんか生えてるけど弱い。弱い、何も食らってねえ。なんもないか。ヤツメか。ヤツメっていう名前の可能性は高い。ただ使ってくる魔術は変わんねえな。なんか指の魔術。多層みたいな名前だった気がする。ただこういう雑魚がいっぱいいるってことは、大ボスはいなさそうな気がするけどな。お、ありましたよ、金が。とりあえず吹き鳴らしてみるか。これがユミル教に届くのか、否か。なんか吹く前の段階でちょっとユミル教ともね、話してみたいっていう気持ちはあるんだよな。この壁の向こうなんかあるっぽいけど、いけるかな？いけねえわ。固く閉ざされてる。あとこう敵が多いからさ、マップ開けねえよ。ふざけんなって。ちょっとごめん、気になるから、マルスメデル一回行くわ。何か反応があったら面白いけど。まあ、多分ないんだよな、こういう時って。十中八九。行け。はい。この人はまあ行けと。あいつとも戦うことはあると思うんだけどね。ないもないか。オッケー。じゃあ、鳴らすか、やっぱ。うう、曲折あったけど。行きますわ。あ、あれが母ってことか。そこに、このちっちゃい指虫がこう、行ってるっていう。カモの親子みたいな。かもだっけ？なんかあるよね。で、でもあれはお父さんお母さんだろうな。こいつらってやっぱり生きてんのこれ。生きてるというかな、なんか生物っていう感じがしないんだよな。こうなんか誰かが人工的に作ったものっていう風に俺は思ってたけど、普通にこの地に生息してる魔物みたいな、そういうニュアンスでいいんだよな。痛い。始まったよこれ。もう嫌い俺これ。この魔術ほんと嫌い俺。ほら見て、撃ってる。あれ絶対当たるんよ。ほら。まずい。終わった。はい、かわす。はい、近づく。お前を俺は許さない。え？なんで？ちょっと待って。助けて。めっちゃ来る。こそが親玉っぽいな。てか、これやってみるぞ。ほら。ちょっと色が違う。まあ、無視でいいか。はい、来た。はい、お疲れ。来る。はい。かわすよ、俺は。おい、ここは来んなよ。ここはリミットオブエリアだよな。なあ、来ないよな。お前たちの大事な場所だろ。来んじゃねえ。来たわ。来るわ、普通に。ここの遺跡荒らすぞ、お前。なあ。立ち去れ。ゲロウが。鳴らしてみます。すっ。これ、鳴らす気候がようわからんよな。聞こえるか。ユミル。俺たちから、あなたへのレクイエムです。来た。これは多分変わんないよな。赤と青。その違いだけでしょ。回復量を大きく高めるか。まあ、青瓶がそんなに回復量とかどうでもいいよな、正直。使う機会はないと見た。行こう。ユミル教。お前とのイベントは多分これが最後だと思う。その勇姿を、俺に見せてくれ。ああ、あなた。笑ってるよ。また聞こえましたよ、あなたの音色が。なんと官能的だったでしょうか。今宵星空とても、ああ、それは決して強調ではない。それは大いなる輝きが降り注ぐ夜の前触れであると。流星が来るの。さあ、これが最後の贈り物です。なんか来る。あんな中緑色の炎あったっけ。輝ける星にならんことを。あんな炎あったっけな。
え、3枚目まだあんの？あ、この下じゃないの、これ確認してくださいと。この下じゃないの？これまでの2枚とは別の神秘の遺跡の場所が指定されている。いや、これ絶対下だって。お前のその台座をちょっとあれしてくれ、どいてくれお前。あ、出た、またこの世界について。お話したことはありましたね。彼女の導いた指たちが最初から壊れていたのだと。はい。けれどあれは真実ではありません。なんだ、真に壊れていたのは、狂っていたのは母なのです。指たちはその落とし子に過ぎません。あれらもまた哀れな被害者なのです。指の母がいるのかな？あなたは母が必要だとは思いませんか？壊れなと生まれる新しい本当の母が。何言ってんだ？指の母っていうのがいるの？マリカのことを母だと思ったけど、そういうわけではないのか？もしかしてマリカってその指の母から生まれた存在だったりしねえかな？それになんか絶望したみたいな。そういう感じだったりしない。お、儚い小宇宙。え、宇宙宇宙は空にある。これらに全部買っとくか俺っていうか。はい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 、全部買った。秘匿されていた神秘の一つ、壊れ捨てられたものはそれとしてなお儚い似姿にすがる。なんと哀れなことだろうか。マジで何言ってるかわかんねえ宇宙、ここで宇宙がどうのこうのっていう話はよくわからんな。まあでも指はやっぱ宇宙からやってきたのかな。あんなのがね、この地にもともといましたっていうのはあんまり考えづらいよな。そして言ったはずだな、慣れ合うつもりはないと。ちょっと違うね。だがまあ良い。指の教は大層お喜びだった。問わず語りも悪くない。指の教は星だ。星のない夜、私たちの世界にただ一つ、私たちの世界にただ一つの星。あの時私たちはあれを知り、星のこの手が届かなくてもよい。ちょっと読めないな。ただ見上げ、その輝きに向かうだけで、私たちはもう夜に迷うことはない。夜の王を待ってるっていうね、話もありましたけど、あいつが王でいいのか、お前は。喋りすぎたか。忘れろ、そして共に答えるとしよう。ユミリ教のご行為に星を見出したのあいつに。全く俺はそんな感じしないけど。もう行け。お、プロロかな。プロロ案件だな。変わらずか。もう行け。あ、やっぱいなくなってる。来た来た来た。ただ一回行ったけどな。まあでもあそこで行けなかった人もいるだろうから、そういう感じかな。ここでこう真実を目の当たりにさせるっていう。俺はまあ知ってるけどね、ここに秘密があることを。さあ開いた、真実の扉が開いたぞ。行こうか。さあ、ミアの指遺跡。ここに来るのは2回目だ。1回来たけど、それはなんか、忘れなさいって言われたよな、俺。来るかな？侵入。さっきのなんかあいつ、ヨラーンだっけ？ヨラーン来んじゃない？何も来ないけど。不気味だな。あ、あれを鳴らせるようになったってことかな。なんか俺、どっかに運ばれそうな気がするんだよな。どこに行くかな？まあ、このどっかに運ばれて、ほら、もうマリカの像があるもん。絶対なんか来るよこれ。行こう、小宇宙とやらに行くか。それかユミルと戦うか、あそこの教会で。うわ、来た。何これ。うわ、なんかいるわ。え、何これ。上に指がめっちゃある。指なのかな、なんかホースみたいなのある。で、あれか、あれがボス。来た、指の母、メーテール。気持ちが悪い。これは敵なのか、本当に。ウェイウェイ、戦おうか。強いのかなこれは。出血はしそうだけど。はい、オッケー。はい、出血。はい、かわすかわす。そんなものか、メーテール。こいつが指の母か。あらゆる指を生んだその力か。なんだ、はい、かわす。お前の動き読んだわ、早い。ふっ、はい、かわす。やばい、指紋が見えるな。なんか入ってる。ああ、読んだね。子供をお前、それは子供を立てて使う気か、お前。母失格だな、それは。母失格よ。ドーン、はい、ドーン。これでしょ。はい、なんか来る。暗黒来たー。
小宇宙、これがあれを使えるのかな、あの魔術。宇宙来たよこれ。やべ来た。あー早い、くそ反応できねえ。なんだ、うわ宇宙、宇宙は空にある、やばい、弾けそうこれ。なんだ、回ってる回ってる回ってる、なんだこれ。こいつの動きなんかわかんねえ、意味がわかんなすぎておもろい。でもあれ止血弱いな、でもこいつまた来る。あーこれもしょうがない、しょうがなくないかもしれない。いや無理、それは強いわ、かわしようなくねこれ。ずっと攻撃してるしさ。ただまあいずれか倒せるか、第二形態あるかもしれないけどな。はい、くさび、第二形態の可能性は大いにありきる。まあタリスマン変えますか。出血結構入るから血の勲章入れよう。血の勲章、あのダッシュ攻撃ってどんぐらい上がるんだろうな、ダメージ。あまあ同じぐらいか、これとこのシリーズだから多分同じ火力だと思うんだけど、まあそれだったら両手持ちでいいよな。ちょっと黄金に誓う準備だけしていくか。まあなんとなくご了承でなんとかなりそうな気がするけど、あのなんか小宇宙やばいな、あれどうしよう。これここで誓う、オッケー。さあこれでダッシュして近づく。メーテール、お前何が目的なんだ、なぜここに産み落とす。絶対これ地球外から来た存在でしょ。痛い、はい、やばい、その攻撃やばい。ドーン、かわせる。はい飲む。あそこ攻撃なの、向かい、オッケー。はい攻撃攻撃攻撃、痛い、死ぬ、回復しよう。ここで正解。あーやべきた、これかわせる、これいけるね、これ攻撃チャンスっぽいけどな。あー、はい、ここ 1,2 1,2、 俺死ぬ、また死ぬ、ガン回復、痛い、また始まったこれで、宇宙が来るでしょ、これ宇宙が下に来るでしょ。あ来た、ただここチャンスだね、これ。あー全然チャンスじゃない、まずいまずい、全然チャンスじゃない。はい、ただ生きてる、生きてるって素晴らしい。来た、会見書いてくれよ。はい、いやー持続投げ、ただいける。ここ血の勲章の換気強い、22回か、ドーン、もう死ぬんじゃない、あれ、あー死な、あーダメだこれ、終わった、くそくそ、また俺は死ぬのか。生きてる、生きてるって素晴らしい。お前実は弱い。あーこれどこで、どこがセーフゾーンかわかんねえ。あ終わった、お前の命もついえる、さらばだメーテール。はい、オツ、まだ来る、やべ吸い込まれるよこれ多分。おお何その消え方、指の歯がの強く消えてったな、死に方が。え？でも追憶を落としたから一応倒したっていう判定ではあると思うんだけど、あのなんか3回ぐらいあの致命打たないと死なないやついたからさ、エイジのやつだっけ、ちょっとまだ続いてそうな感じだったけど、倒してよかったんかな。ユメリキョはどう思う、歯が壊れていたっていう話だから、まあ別に倒してしまってもいいと思うんだけどね。別に倒してしまっても構わないのだろう、まあ筋力でどんどん火力が伸びていきますね。でここはなんだ、待って、ここなんていう場所、指の三条海どころなんて読むんだろう。ここは特になんもないよな、戻ってみるか、マヌスメテルの大教会戻ってみよう。さあどうだ、いるか、いねえわどこ行った、あヨラーンもいねえ、あれヨラーンもいないの、どこ行った。そして待って、ここ攻撃できるわ、なんか来るぞこれ、攻撃ができるってことはなんか来る絶対に。もう一回下行ってみるか。あ何をしでかした、ユミリキョはひどくおなぎきだ、やばい怒ってるヨラン、あなたの死を望んでおられる、ごめんごめんごめん、今日の意にそうだけどごめんって。ただお前、俺は負ける気しねえぞお前には。
ヨラン、お前はただの傀儡なんだ。ユミル教の傀儡に過ぎない。それしかしてないか。お前ジャンプ打ちしかしないね。アイザーコツ、私の星を母におなりください。母になりください。お、私の輝ける星を、母の力を渡してください。え、本当の母になります。母は一人だけで良いのです。お前とも戦うの。うわ、指の母が指で今日、うわ、産んでるわ。あ、あれ来た、なんだっけあれ、ミリアムのやつなんかやってるぞ。あいつバフしてんのかな。うわ、多層だ、多層。とりあえずこれ潰すか。痛い、ちょっと待って、こけてる場合じゃないぞ。ガオンドログ、オッケー。お前が来ないなら俺もちょっと誓わせてもらうぞ。よし、でどこ行った、どこ行ってんのあいつ。やばくね、なんか行ってる場所。お、いたいた、私の子たち産んでるね。ただお前は弱いな、多分弱い。こいつ痛い。はい、踏み込み、弱いな、それ。え、何それ、その魔術弱すぎない、さすがに。ほら、ごめんね、ユーリ。出た、ユーリ。あなたの母になりたかった。ユーリって誰なんだろう。お、ユミルの巣玉。母の杖。大司祭の帽子、大司祭式。何なんだ、このイベント。母は受け継がれていくものっていうことか。で、ヨラーンだっけ。ヨラーンは何を求めてたんだ。あいつも指の一派なのか。あいつも元は指から生まれたものたち、ものっていうことなのか。なんか不気味だわ。あ、これ見てあったな、そういえば。一気に見るか、テキスト。英樹に刻まれた指の母がメーテールの強く。すべての二本指、そして指虫の母は、大いなる意志の輝ける娘にして、狭間に落ちた最初の流星であった。大いなる意志の娘、これが娘なんだ。で、狭間に落ちた最初の流星。まあ、エルデの流星ってことか。エルデの獣と共に、こいつも飛来してきたっていう感じで OK ですか。てか、大いなる意志って指なの？そういうことなの？なんかもっとこう、でかい存在かと思ったけど、意外となんかこういう感じなのか。宇宙人的な。実体あるものなのか。なんか俺の中で大いなる意志ってもうなんか、不可視の存在というか、もう見ることも触れることもできないような存在だと思ったんだけど、意外とこういう実体があって、まあ、異形な感じだけど、確かにいるんだよ、大いなる石というものは。ただこの母自体は壊れていたと。ユミル教が言うには、このメーテールは壊れていて、大いなる石はどうなんだろうな。大いなる石もやっぱ壊れてんのか。そして鈴玉か。これはまあ老婆に預ければいいやつだな。そして母の杖。自らを指の母に戻したかな。ユミル教の杖。その体に、美子なき彼の代替物。小宇宙ってこれコスモって言うっけ？多分コスモって言うと思うんだけど、コスモを模したであろう水晶球は、だが波動を受信することはない。やっぱ壊れてんのか。あれかな？ユミル教母がになろうとしたけど、母がになれずに、だからこの波動を受信できないっていうことかな。母になりきれなかった、そういう存在なんじゃないの？ユミル教。そして、帽子。頭上の深淵は大いなる石。その暗黒の深淵を表しており、知力と神秘を高める。レラーナの魔術教授であった男は、だが月への忠誠を捨てていた。それはただ我らの近くにあったに過ぎる。多分この世界の真理を知ったユビル教は、月にそんなに魅力を感じなかったんだろうな。ただの星の一つに過ぎないみたいな。てか、レラーナの教授だったんだ、こいつ。男が母になろうとするって結構、変な感じだよな。だから不完全だったのかな。わかんねえや。わかんねえや。大司教ユビル教の長衣も、そのうちに無数のうごめきを隠す。紫地に金の刺繍が施され、その襟飾りは花のような輝きである。まあ、なんかこう、中世ヨーロッパの服っぽいような雰囲気。これがユビル教とのイベントか。一応これ動くんだよな。もう一回行ってみるか。あと、あいつの言ってたユーリって誰なんだろうな。そういえばなんか、この近くに墓があって、なんか、ユーリっていう文言があった気がするな。なんか、死んじゃった人なのかな。自分の息子とか娘とか。まあ、多分ここには何もないと思いますが、一応な。確認のために。なんかこうね、ここら辺の指関連って、ブラッドボーンな感じがするよな。俺なんか直接プレイしたことはないけど、こういうシーンをなんか見たことある。こういうなんか水がだだっ広いところになんか、宇宙人っぽいやつがいっぱいうごめいてる感じ。やっぱフロムはこういうのが好きなんだよな。
こういうなんか謎の神秘みたいな場所が。で、ここまでも何もないと。OK。あとあれだ、メーテールの武器とかもちょっと見ておかないとな。あ、俺ガイブスの鎧とか全然見てなかったな。まあ、その前にちょっと強く見るか。大いなる彼方の杖。指の刃がメーテールの美子でいいのかな。その指の捧げ持つコスモを杖としたもの。母は大いなる意志の波動を受信していた。壊れ捨てられた後もずっとそれを待ち続けた。あ、なんかエルデンリングが壊れたから見捨てられたんかな。この狭間の地だったり、影の地か。もうここに未来はないっつって、大いなる意志が見捨てられて、このメーテールももう何も受信できないと。見つめる指？これ武器なんだ。指の刃がメーテールの頭子。頭子で合ってる。そのまま武器としたもの。その先端の私服、指腹、指紋のシワの中心には、ほんの小さなイボのごとき瞳がうつろに彼方を見つめている。瞳があるのか。確かになんか戦ってる最中、なんか点みたいなの見たから、なんだろうと思ったけど、あれ目なんだな。専用戦技。なんか、叩き、ふんどしてる、ふんど。指頭で激しくお辞儀をする戦技。そのままに、ふんぬを食べ爆発させる。俺に倒されて怒ってんだな。へえ、まあなんとなくなんかこう、大いなる意志の存在っていうのが、分かってきたような気がすんな。で、これガイウスね。縮小ガイウスの国鉄の兜。落ちた種子を模したという鎧の一部。ガイウスは白王氏として重力の技を学び、ラダーンとガイアの兄弟子であったという。ガイアって誰だ？ガイアってこの先出てくる。俺多分知らないよな。ラダーンは知ってるけどさ。ガイア？縮小ガイアっていいのかな？買っておきましょう。あれ、足はないのか？足は、同じなのかな多分。縮小たちと。ガイアか。ちょっと新しいやつが出てきたな。もしかしたら俺が知らないだけかもしんないけど。ユミル関連これで終了かな。もうほんとあともう、メスメル倒して、多分その先にいるであろうラスボスを打ちのメスのみか。ちょっとマルスメテルの大教会、再探索してみるか。あ、いるじゃん、ヨラン。お前は何を思う？ユミル教。見えません。星が。星空が。すまんな。ただあいつにすがってるようじゃ、お前もまだまだだぞ。ええー、こいつもこれ使えんの？まあちょっと光を見せてあげたい気もするけど。ちょっと待って。ちょっと一回、銅膜が多分ね、一個で、一個だな。祝福は二個なんだよな。これはまあ祝福ちょっと使ってみるか。で、ここはずっと空きっぱと。ナイス。こいつはちょっと祝福を見せてあげよう。クイラインは永遠の暗黒の中に生きたけど、お前は生き返らせてやるようじゃ。祝福の銅膜。与えてやろう。新たな光を。欺瞞だかな。ああ、なんて眩しい。俺がお前の王だ。もうどこにもいないですね。私たちの夜は。お！消えた。あ、なるほど。光を与えると、多分クイラインも、あれなんだ、位牌になるんだ。夜の剣士、ヨラン。へえ、ちょっと感動したな、今。光を見て行ったか。ずっと夜しか見えなかった彼女が最後は光を見て成仏と。え、多分ね、暗闇捧げたら死体になってなんか武器がもらえるっていう感じだと思う。若干武器欲しかったけどね。若干武器欲しかったけど、まあいいか。銅幕の祝福を受け、光を得た剣士の霊体。漆黒の刀を振るい敵のガードを貫く。ガーフか。それは望んだ星の光ではなかったが、確かに彼女の夜を照らした。だがそれは時に眩しすぎ、夜を消し去ってしまうだろう。こいつにとってはいいことではないのか。夜を消し去ってしまうのは。まあ、夜の剣士だからな。消すのはまずいのかもしんない。これ使ってみてえな。ただ俺まだテウル使ってねえんだよ、テウル。テウル、せっかく強化したから、使ってあげたいよな。で、ユビル教はもう、倒したからいないか。あ！なんかアイテムあるぞ。あそこら辺にさ、墓があって、これかな。これじゃない？違うか。え？守り指？あ、ほら。私の愛しい子、儚い幽霊。子供か。子供だったんだな。あ、あいつが使ってた魔術か、これ。自ら指の母になろうとした大司教、ユビル教の指の魔術。その指は母を守る子らである。あるいはそう願う母の幻想である。守って欲しかったのか。多分自分のその、息子か娘かわかんないけど、を亡くして、その幻想を指に抱いたんだな。ユミル教も結局は指にこう、救いを求めたただの人間だったっていうことで、よろしいですか？なんかもっとあいつからな、世界の断りについて、
知りたかったけど、あまり多くを語らず言っちゃったな。マジか。まあ多分これで正真正銘も最後だと思うんだよな。また何かあったらまあ動画にします。はい。